いや、本当にね、お客様よくご縁をいただいて、よく来ていただきました。本当にありがとうございます。繰り返しますけれども、田村まさか覚えておいてね、時々 YouTube で見てくださいね。私も YouTuber の端くれですからね、一応、ね、よろしくお願いします。さて、ちょっと宣伝、残った時間、宣伝に使わせていただいてね、田村まさかは音楽家です。ね、ここにアルバムがいっぱいあるでしょ。すごいでしょ、これ。10枚や。ね。10枚アルバム出してると音楽家としてもね、実はそこそこ大したもんなんです。自分で言うしかないっていうのがね、ちょっとそれが悲しいんですけどね。まあ、いずれにしてもね、なんていうんですかね、オリジナル曲っていうのがあってね、それをこの残った時間でいくつかお付き合いいただけたらと思います。最初はね、優しい感じの曲です。G スプリング、聴いてください。に出会ってね、私はすごい良かったんだけど、これ聞いてみるとね、オカリナのことはみんな知ってますよね。それで初めてオカリナの音を聞いたよっていう人も結構いたりね、それからね、自分はもうオカリナをやってるんですよっていう人が結構いらっしゃる。結構やってる人多いからね、まあ、簡単な楽器だからお客さんもやったらいいと思いますよ。吹けば音が出る。まあ、さっきも言ったけどね、それでね、私今1個8000円でこのオカリナ同じやつを売ってんだけど、まあ、私から買ってっていう話と違ってね、お客さんもね、そのオカリナで楽しんでください。楽器屋さんで売ってます。7000円ぐらいから売ってるから、買う時の注意だけやってみます。なんていうんですかね、結構音痴です。音痴な状態で出回ってますからね、楽器屋さんのお店の方にね、音痴じゃないやつを選んでちょうだいね、田村まさかが言ってましたって言っていいからね。本当そうなんだから。私はピアノの調律もしますから、これも調律、これはね、私ね、音の鳴りのいいやつね、安いやつを買ってきて、私が調律してやってるんですね。だからまあ、お金でやってる方も多かろうと思いますけど、高音が出ないとか低音が出ないとか音痴だとかね、そういうのがあったら、それ問題はあなたが悪いんじゃなくて楽器が悪いんだよっていうことですね。高い楽器買う必要ないです。バイオリンなんか大変ですよ。芸能人格付けチェックってあるでしょ、ね、見てたら私ももう悲しいぐらい笑っちゃいますよ、ね、3万円の鈴木のバイオリンと10億円のストレート、10億円ですよ、どうすんだろう。10億円、まあいいですけど、 10億円のストラディバリウスと3万円の鈴木のバイオリンと、あなた違いが分かりますかってね。あれね、鈴木のバイオリン担当してるプレイヤーめちゃくちゃ腕いいですからね、めちゃくちゃ鳴らしますからね。
だからテレビ越しで分かるわけがないね、まあ、すごい仕上げてますけどもね、まあ、このオカリナっていうのはね、安心してください、1億円のオカリナなんかないですよね。私が使ってるこの8000円のやつね、8000円で安いなって言ってるんですよ。そんなもんなんですって、そんなもんな、高いのが欲しいって言ったってね、せいぜい3万円ぐらいだからね、まあそういう楽器だから楽しめたらいいよ。じゃあどうやって学べばいいのよ、ね、教室もあるだろうけどね。じゃあね、私もね、大サービスですね、田村まさかオカリナ講座検索してください。息の使い方、指の使い方、それから大事なタンギング、タンギングってね、まあ、楽器やってる人、管楽器やってる人は分かると思うんだけど、息をただ吹くだけじゃダメなんですよ、じゃなくてトゥ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 ってやるね。これね、お医者さんが言ってました、すごい発見です。人間ね、40歳50歳ぐらいになるとベロが退化してくるんだね。ベロの動きが悪くなってくる。何が起きるかって言ったら、気管に唾や物が入っちゃう、ね、誤嚥性肺炎、なくなるかと思いますね。あれはね、ベロの動きが鈍くなってるわけなんですよね。だからトゥ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 ね、もうオカリナなんかやったらすごく良かったんだね、お医者さんが言ってました。オカリナのことは言ってませんけどもね、まあ、そういうベロの動きなんかも やったりする、そういうものをYouTube で上げてます。それからね、私の YouTube 見てくれたら、オカリナ講座の場合は特にそうなんだけど、私の作ったオカリナ用の伴奏と、それから私が起こした楽譜が無料でダウンロードできるようになってますからね、それはもうお金もかからないで勉強できるからね、楽しんでやってみてくださいねっていう話です。さて、喋ってばっかりいるとどんどん時間がなくなっちゃうんで、次はベーシックシーン、おぼろという曲です。これも優しい感じです。Thank you.
YouTube 見てくれてる人からね、今朝あのリクエストがあってね、そのオカリナ講座でこのおぼろをやってほしいって、ああそうか、気に入ってくれる人いるんだと思ってね、じゃああなたのためにあげましょうと思って思いましたあげています、あげることにします。いつかね、明日か明後日か明後日か分かりませんけどもね、暇な時にね、さて、ちょっとリズムのあるテンポのある曲、行ってみたいと思います。 F スプリング、あれ分かんない、すみません、知ってますよお客さん、これ、これフロッピーですか、懐かしいでしょ、そういう古い機械騙し騙し使ってるんですよ本当にね。だからあと 1,2 年ですよ、そんなことないか、ね、あ、覚えた、遠慮がちに言ってますけど、それで、ね、まあ、あのチャンネル登録っていうのがあるから、もしよろしかったらチャンネル登録していただくと、私のまあまあね、ね、まあまあ成績っていうわけでね、まあ、上がりますからね、お願いしておきます。さて、もう最後の曲になります。夏の終わりのセレナーデ、お送りいたします。気持ちを込めてお送りいたします。
本当にちゃんと聞いてくれて、このおかげでね、本当あっという間の、ね、1時間でしたよね。ありがとうございました。時々この様子もね、あの1日遅れで YouTube にアップします。まあほとんど毎日のようにやってますし、まあ、ちょこちょこ曲が変わったりしますからね、まあ、適当に選んで聞いて楽しんでくださいね。田村でした。本当にありがとうございました。またお会いしましょう。